ブダは、ハンガリーの首都ブダペストの西側部分で、ドナウ川の西岸に位置する。ブダという名称は、フン族のオーブレダの名に由来するが、それは、彼の名がハンガリー語で、ブダだからである。ドイツ語では、オーフェンと呼ばれた。ブダは、ブダペスト全体の約1、3を占め、その大部分は、木の生いた丘陵である。高い生活水準と結びつけて考えられることが多いが、これは、 それぞれの地域によるランドマークとしてブダ城とゲレールとの丘のツイタデッラが名高い。ブダは1361年からオスマン帝国に占領される1541年までハンガリーの首都であった。1536年にポジョニがハンガリーの新しい首都となった。1686年に大トルコ戦争でオーストリア軍によって占領されたが、 戦争で荒廃していたので、街への再移住を促進するため、多数のドイツ人が連れて来られた。ブダは1703年に自由都市と宣言され、1784年に再びハンガリーの首都となった。1873年にオーブダ及びペストと統合され、ブダペストとなった。中世のブダ。ハルトマン・シェーデルの年代記より1715年のデータによれば、 ブダ住民の住居は千五百三十九件で、そのうち七百六十九件が南スラブ人、七百一件がドイツ人、そして六十八件がハンガリー人であった。千七百二十年のデータによれば、千四百六十八件に人口約三万人を数えるのみであり、そのうち八百五十一件がドイツ人で、五百五十九件が南スラブ人、六十八件が ハンガリー人、そして5県が、スロバキア人であった。ありがとうございます。